さあ今回はインフィニットオード2タワーディフェンスゲームやっていきます。さあこのゲームねおすすめされたんですけど、めちゃくちゃね評価の高い、なんか無限系なのかな、とにかくいろんなタワー試していくようなタワーディフェンスゲームみたいですね。まあ、ゲストになってますけど、まあ行きましょう。ステージ0ハロー世界。まあチュートリアルやってみようかな。とりあえずインターフェース使用、タワーを建てる、エネミーを呼び出し撃破する。まあかなりシンプルっぽいですけどね。実験的なインターフェースですと。どなたでも実験に参加できます。実験を終えると貯めたグリーンペーパーの字で補助を得られますよと。高度な知的アシスタントの指示に従ってください。さあこんにちは、インフィニトードね。メッセージ。さあスライドする、こうね。でポータルをクリック。敵はここのポータルから出てくるよと。ポータル、エネミーはここから現れてベースに向かって進むよと。もう一方のタイルを入るとしました。これはあなたのベースです。ここなのかな、多分これね。なんでタイトランの音あったのに無音ですね、完全にね。いずれ復活すると思いますけど、これがあなたのベース。容量には限りがあると。いっぱいになってしまうとゲームは終了。いっぱいになっちゃいけないんだ。あ、敵が来ると増えていくのかな。ヘルスが20。任務はシンプル。できる限り長くエネミーがベースに渡ってくることを防ぐことと。ベースに来て、それを防ぐわけだもんね。まあ通常のタワーディフェンスですけど。タワーを使ってエネミーにダメージ与えて止めますよと。タワープラットフォームにインストールできます。ここね、ここ。48。タワーのタイプ。それらのタワーで必要となるコインの数は異なります。48コインってことね。1個分しかないけど。これで始まるかな？まあ今ゲームポーズだから音がないんですかね。さあ、ベーシックタワーは最もシンプルで安価なタワーです。序盤役立ちますが、終盤になるとパワー不足ですよと。最初の敵のウェーブを呼び出すことができできますよと。準備してからなんだね。これか。普通。単純なタワーからのダメージは全て通るが、複雑なタワーに対して少し耐性がある。ほー。弱いタワーの方がいいんだ。敵を倒せばスカートコイン。でも右が気になってしょうがないんですけど次のウェーブは現在のウェーブの数秒後に開始するよと。時間が来る前にウェーブ呼び出すことで追加の、あー、あるね、タワーディフェンスでね、それはあるんだ。いっちゃいちゃ、ほら、チュートリアル完了のために新しいタワーを作成してウェーブ3の敵を倒してくださいと。まあ、あ、これのやっぱ能力なんだ。レベルアップ的な。あー、狙いね、最弱とか後ろとかそういうの決められるんだね。全然起きるよこれ、ほら。まあ余裕ですね。これまあチュートリアルなんでね。次かな。報酬もらえるんだね、この右上の。これはタワーの強化か。まあサクッとやっていきましょう。ポータル123の、これが敵かな。6、これなんかちょっと違うやついるね。13、最後強いのかな。13。どうやら大量のエネミーが来るらしいと。準備をしなくちゃいけないねと。ライフが6で13、6、あ、これ数かな。40。
こう強いのは6体しか来ない。で、最後は20体来るみたいな感じかな。さっきのベーシックターン3つ置きましょうと。で、多分足んなくなるから強化するんだよね。始めよう。あ、ここって見れるんだね。まあ、始めます。だ、結構多いから、辛いのかな。もう盛り切れんの、これ。ギリギリじゃない、かなり。あ、これ満たし始めたんじゃないの？大丈夫か。いや、でもこれはきついね。よくやってるけど。さあ次、防御を固めるために今のタワーではパワー不足。アップグレードしてタワーを強化しましょうと。まあ戦闘でしょうね。2ついけますよ。これでより早く発射するよと。ウェーブ2ではヘルスの違う2種類の敵が出てくる。強力なエネミーを倒すには2発の攻撃が必要。新しいタワーなら1発。あ、来た来た。エイム戦略を強いに変える。来たね。ここも同時に説明されたね。強い敵を狙うと。タワーによって多分ね、近い敵狙うとかもあるんでしょうからね、きっと。あー、おっと、お金もらえなかったね。ダメージは2いくら上がってんのか。不明。何もないね。どれが強いやつなんだろう。全然、見分けつかないですけど。いたのかな、強いやつ。すべてのターンアップグレード。レベルを一度に見るには、詳細モードをオンにしますと。あ、これね。レベルが見れるわけだ。これ後に上げられるよってことかな。他のタワーをアップグレードして、3番目のウェーブを終わらせようと。あ、マックスか。あ、これ、あ、状態だね。これ状態だわ。ここの。レベル L1 かな ?L11、11L1。何の違いなんだろうね。よし、OK。レベルは見れないのかな。さあ、行こう行こう行こう。スナイパータワー、いいね。てか、それしか無理じゃない？スナイパータワーは遠距離の敵を攻撃するのに最適ですよと。もう足りない。高いダメージ与えるけど、回転と攻撃の速度は遅い。時間かかるよと。あ、これね。ああ、確かにこれきついですね。早くもう一個置きたいね。タワーを獲得するには、経験値的にダメージを与えて殺す。あ、ここでこの、あ、L1 そういうこと？あ、タワーが獲得した経験値みたいなことね。敵を倒すことでタワーは経験値を得て、タワーレベルはそれぞれの独自のステータスに影響を与えるよと。なるほど。プラットフォームでも強化したりするんだね。さあ、こちら、プラットフォーム。経験値の獲得量を大幅に上昇させるよと。ああ、いいですね。で、今、コインが不足しているので、既存のタワーを売って、半値しかないけど。嘘じゃん。やだな。あんま良くないですね。銀行から借りなかったのかな。これ、あ、ここの音楽なんだね。ああ、そんな見れるんだ。すごいな。コアチーム。ここなんかありそうだよね、これ。なんかあるでしょうね。あえて押せますから。さあ、タワーはレベル4、7、10。規則性がわかんないな。3レベルごとにってことだね。3レベルごとに新しいアビリティを獲得するよと。10が最大なのかな？ってことは。かもっとあんのか。レベル4に到達して、能力を選択力になりましたと。上がったね、L4。4と7になると新しいアビリティ。10になると特別なアビリティ。あー、最後の大技みたいな。貫通弾。あー、選ぶんだね。
弾丸がエネミーを貫通して 65%。 この場合どう？この場合でもいけんのかな。角度的にね、こうプションって下に向くならわかるけど、あんまりその貫通する角度がわかんないな。貫通しかないか。でも別に範囲もいらないしね、なかなか難しいところだね。ゲームスピードボタンね、 1,2,3 倍。やっぱ貫通しないね。貫通しないよ。重なってないんだもんね、だってね。よし、あ、でもなんかダメージ上がってる、あ、そう、レベル上がってるもんね、そもそも。強化とレベルはまた違うのかな。さあ、終わりました。行きましょう。ステージ1、責任。まあ、やりましょう。プレイタイム1ゲーム内6分10秒。ここから君には本物の問題解決してもらおう。君の今はシンプルだ。アドバイスが伝えたら、方法を使って可能な限り、長くウェブを生き残ることだよと。追加のグリーンペーパーを入手したければ、クエスト。これ何なんだろうな。これはつい説明がなかったね。あ、スコアか。最初、あ、待って、これ。あ、最初からターゲット変えられたりするんだね。なるほど。152だから、スナイパーいらないんじゃない？あ、スナイパー1個置いとくか。はい、スタート。撃て撃て撃て、大丈夫か？スナイパーどう狙う？これ。そもそも。やばいやばい、めっちゃ通った。一人倒せ。やっぱいらなかったな、スナイパー。やり直そう。さあ、ここはね、ちょっとね、まあ、感覚よく狙いは先頭でいいか。生き残ったやつが先頭になるわけだから、別にこの状況においては先頭でいいよね。スタート。強化してみるか。レベルとはまた違うんだもんね。この、あ、この1の方か。で、レベルが2に上がった。あ、またやっぱ別の、パラメータでも上がってるんでしょうけど、さらにレベルも上げやすくなるのかな。倒しやすいことによって。なんかありそうだよね。上げとくか、ちょっと増やすか。スナイパーをどこで出すかだよな。スナイパーどうしようね。弱い敵を狙うのか、強い敵を狙うのか。ただスナイパーめっちゃ遅いんで、その前に戦闘を減らすってことで、ね、減っちゃってるんですよね、もともと。なんで、スナイパーはやっぱ弱い敵か、遠い敵かな、どう狙うのがいいんだろうね。難しいな。詳細にするか、一応。やばいやばいやばい。あぶねー。さあ、強い。一部の攻撃の耐性を持っている、スナイパーがいいってこと？まあ、今更どうしようもないですね、そう言われましても。次、ちょっと、合体版だね。撃つ手はないわ。6分だっけ？まあ、早めたら早まるでしょうけど。倒した敵を1000体。1050体。ほう。なかなかそれまた大変な。ちょっとスナイパー行きましょう。ここ、遠目スナイパーくらいしかないもんね。いけ、スナイパー。狙いは。もうランダムでいいや。狙いなんでもない。いけ。やばいやばい。うわぁ。今のはあれだね。戦闘じゃなかった狙いが。この辺は弱いにしようか。弱いはこれか。
よし、ナイス。あ、いいね、スナイパーナイス。いいよ、やってくれたね。いいよ、いいよ。これじゃ上がんないんだよね。上げられる。お金がなかったか、今。これかなり強いでしょうね。で、4来てるから、選べる。これ止めた方がいいのかな？いや。速度、お、なんか、弾が、うん、跳ね返るらしい。バウンドガン。速い方が良かったかな。どうだろう。タワーもそれぞれね、特色が後々ついてくんで、そこいいよね。4レベルはこの戦闘が上がるか。スナイパー増やそうかな。来た。ダメージない。攻撃速度上げましょう。ばらまくよと。弾が跳ね返るっていうのは、まあ、多くの敵に当たるってことだよね。だから、いいと思うんですよね。でスナイパー、早く強くしたいな。ここさ、範囲広げないと使えなくない？はい、強化しとくか。なんだあれ、ハテナ。あれ、なんか言ってたグリーンカードみたいなものかな。ここにあれあるじゃん。あんじゃん。弱い敵だね。最弱。攻めちゃうか。まだ4分か。おお、来るね。これ通るな。あれまだ14あれか。とりあえず埋めといて、まず盤石な状況にして、あげるわけですね。まあ、でもあと性能上げるくらいしかないから、やばい。うわー、結構いかれてる。バウンドかな。1.5。弾速上がってるから、そもそもの性能も上がってるんだね、これね。まあ、全然普通に強いね。あ、強いやつ来た、強いやつ。スナイパーいけ。ナイス。いいぞ。貫通ここなら使えるね、多分ね。貫通はでもないかな。さあ、これ、マックスにしました。ダメージが 7.5 から 14.5 と。レベル上がってんの意味ないんだよね、多分ね。だからこれレベル上がってるけど、このアップグレードしてないから弱いから、レベルは、単純にアビリティを得るためだけなんだね。性能は変わらないと。な、押すんではないんだね。何なんだろう、あれ。終わったら分かるかな。あ、終わった。戦隊か。で、ウェーブ24はいけるね。戦隊は無理だと思うけど。あ、来た。あ、なんか達成したってことか。なるほど。いけ、スナイパーいったれ。レベル4から上がんないな。マックス HP。あ、上がんないのかな？まあ、強くしたやつ強くしようか、さらに。4来たー。まあ、これは範囲かな。どっちかというと右下の範囲欲しいけどね。アップグレードで結構範囲広がるから、やっぱ貫通とかのなんか新しい効果付与型の方がいいんだろうね。ウェーブ、あれ更新されてんな。まあ、進めようか、じゃあ。ドゥン投げましょう。さあ、スナイプ。いよいよ、レベル4増えないね、なかなかね。あれはどんどん更新されていくんだ。じゃあ、戦隊倒してみようか。倒せるかな？
よいよいよ。この2つのタワーでこんな楽しめてますね。増やすためなら攻めた方がいいのかな。なんかコインティエンスもらってるから、あれで増やしていくのかなと思うんだけど。レベル10か。いかなそうだな。まだ500台いってないのか。なるほどね。35でやめよう。あー、だめだ、その前に終わりそう。めっちゃ食らってる今。いけないか。じゃあ、普通に強くなってるね。これ割れよ。よし。これどうしたらいいんだろうね。このボタン長押して次のエヴを自動的に呼び出す。時間を止める。死ねばいいんですかね。一応、終わりはあるのか。レベル3が来た来た来た。これ来てよ。バウンドガンだね。ちょっと強くなってる。強くなってる、ちゃんと。あ、これも来た来た来た。これ貫通弾かな。あ、やっぱ終わった。貫通弾かどうかしてればね。やっぱ、あれでいっぱいになるんだね。で、なんかアイテムもらってて、リサーチにしようかの。あー、研究用のアイテムなんだ。お金めっちゃもらった、1400。あ、グリーンペーパーするお金なんだね。おー。これまあリザルトだね。戻り方がわかんないですけど、こうか。これ研究なら、デイリークス的なのあるけど、デイリーボーナス。あー。無料なんですけどね、このゲーム。もともとは有料だったらしいんですけど、その名残ですかね。名残逆か。無料になったからあるのかな、どちらかというと。研究が、これは、これはあれだね、すごいかかりますね。1000時間とかかかりそうじゃない？これ性能アップかな。ベーシック。あ、こっから先か。あ、スナイパー系のってことね。インフィニトゥード、インフィニトードは。だこれスカラーが前提リサーチがあるから。確か、レベル2で1か。レベル2の1かな。ステージ進まないといけないね。キャノンいけんじゃん、これキャノン。1000があればいいんだもんね。あとね、バフもできるわけだ。で、どんどん強くしてって、だから各ステージ、ほぼ無限にやれるんでしょうけど、それ突破していくわけですね。あれで増えてんだよね。で、この星3っていうのが、まあ、ここまでか。さっき、あーでもギリだね。ウェーブ35までってことか。だからここだと41まで行くんだね。結構大変ですね。ただこの星の数かな？これわかんないですけど、あと3個いると思うんですよ。それで増やしていくって感じか。